当時遥か昔、沖縄がまだ琉球だった頃、西洋の殺し屋で見せ物として逆立ちで戦わされていたとね。それこそが左高度。二の腕は大腿筋よりも発達し、逆立ちの状態で足を振り下ろして戦った。殺し屋からの脱走を試みた際、両足が使えなかったため、西洋から琉球まで逆立ち一つで渡ってきたという伝説の戦闘民族である。時を経て琉球は沖縄に変わった今、左高度の末裔は今も生きているが、先祖同士戦わされていた名残で平和となった今の世もまだ生き残りをかけた戦いを続けるのである。左高度第2回ワイズカフェカップナイトゲーム。さあ、今回はワイズカフェカップ競技その3、合戦です。チームを赤組、黒組に分けまして、最後に残っていた人のチームが1本、それを日本選手で戦っていきます。まずは黒組、圧倒的なスキル、スピード、パワー、全てを兼ね備えた男、天下統一1位、逆立ち中型にカッキー。続きまして、この選手そろそろ爆発するか、努力の天才、秀才エリート、ガキさん。実は肘に大きな爆弾を抱えてたといった演技をしてます。第三のメガネ、 G 大衆。黒組出揃いました。続いて赤組。赤組は一人少ないこのコンビ、天下統一2位の逆立ち界のプリウス、ディースケフロンヤシガニ。持久力と防御力の高い白い巨頭ガツナリ。合戦日本選手制、1本目、始め。さあ、向かって右側が赤チーム、左側が黒チーム。ガキさん123発と打ち込むが同士打ち、残ったこれは天下統一の決勝戦を思わせる。まずは赤組が1本、合戦日本選手制2本目、始め。さあ、おっと、カツナリが潰れる。おっと、スルスルと抜けていくディースケ、まるで SG クラウンかのように。いや、モーゼかのようだ。抜けていきました。さあ、またもこの2人の対決。おっと、これは持久対決、持久の得意なディースケの勝利。赤組持久力コンビが勝利を収めました。赤組勝利。第2回ワイズカフェカップ閉幕。世界左高度ランキングが更新されていきます。この左高度ランキングを10年かけて競い合っていく、まさに左高度人生をかけた戦いが行われております。各競技のポイントが加算されていきます。全競技のポイント、明日大会参加ポイント、そのポイントをさらに大会参加ポイントで割ると、ランキングポイントが弾き出されます。前回のランキングに今回の点数が加算され、新たにランキングが更新されます。サコードの皆さん、頑張ってください。第3回、ワイズカフェカップ、エトワ坂戸市。2月14日配信。絶対見逃すな。オルガリス、サローレ募集中。
Let's go.